なんか吉田さんとよくね、いろんな仕事で会ってああ、一ますけ緒にどなるこも、と多いよね。タバク、まあ、スタジオタバクっていうところなんですけども、ではあんまりないですかね。ああ、そうかも。だからね、なんか雰囲気が違うんですよ、石田さんの雰囲気が。あ、そう？僕は基本的に、あんまり素早くこうスタジオとか番組に馴染めない方だから、時間かけて馴染んでいく方 だから、そうですか。それでかもしれないね。いやでもキャストの方は結構みんな馴染みですよね、今回。他の番組とか他の作品とかでも一緒になるような方が大勢出てらして、なので、まるっきり、なんか初めてでどうしようかな、どう対応しようかなっていうことは少ないですけれども。なんか僕は結構石田さんをなんかね、その毎回石田さんのやってる役となんかね、こうシンクロしてこう見えちゃう部分があるんですよ、あ、なんよかく。よく言ってくれるよね、そういうことを。あ、でも、結構さ、他の役と今回の犬、僕だったら犬丸とさ、他の役って別にそんなにいつも同じようなキャラクターなわけじゃないじゃない。違います他のね。役が全部犬丸っぽいキャラなわけじゃないじゃない。だからもしくは本当に僕、本当の僕をどう見てるんだろうっていう気がするんだけ本当の僕がわからないんじゃないですか、石田さん、本当の石田さんが。だからなんか今回不思議なのは、僕の中で犬丸がまだよく、捉えきれない分があるんですよ。出番も少ないからね、まだね。まだ謎な部分というか。だからね、石田さんもなんかすごい知らない人みたいに最初見えましたね。あ、そなんか雰囲気がちょっとなんか声かけづらいな、いつう。もより。あ、そうなんだ。っていうか、それはきっと星君が役にこう結構入り込むからなのかな。そういうタイプ？基本的に自役分はに、役一つもらったら、佐野に入り込むそれは仕事してる、間は。してる最中ですか？だからそう、なんか他の人のことも僕だったら犬丸に見えるし、パクさんだったら植木に見えるしみたいな、そういう見方になっちゃうってことなのかな。それはあるかもしれませんね、やっぱりスタジオの中に入ってる間。だから逆に本当スタジオの外で会うとなんか不思議なことに、なんかそういう部分はあんまり感じないんですよね。あ、そっか。僕は、スタジオの中で役を演じてるわけじゃない星君を見てると、そんなにいつも変わらない、星君は星君だ変な、わらないですよね。同じペースを保ってるなって いや、それは別にいいとか悪いとかじゃなくて、あ、星君は星君だなっていうふうに思う。なるほど。いいんですだかかね。ら、その普段の星君がいろんな役をやるから、今回のこう佐野みたいなちょっと硬派なあごはですね。役もやる、パッと変わると、ああ、さすが、さすが星君やるじゃんとあ、ありかがとう思っございまたりす。するけどありがとね。うございます。まあ、じゃあ、あれですね。やってない時もそれを保てるぐらいに。いや、無理は無理、無理はしな無く理はていいしないか方がら。いいですか。疲れるでしょ、疲れまそすんなこね。としてたら。僕もそうなん、疲れるもあ、そっかそっか。もうセリフ喋ってる時だけで精一杯ですかね、僕もね。まあ、マイクの前に立ってどれだけ自分がその役になって変われるかっていうのが勝負だからね、僕らの仕事は。そうですね。そこができてれば OK ですよ。いかにもそこで入り込めるかですもんね。そうそう。ということで、それでこそっていうか、それがいいんだということにしておきましょう、そうここですはね。ね、まそうですずね。本一つ。来の姿ですね、そこがね。